柿のシーズンが始まりましたので、早速柿で新作の柿ジェラートを作ってみました。試食してもらいたいと思います。藤くんどうぞ。はーいわー、とっても美味しそう。それじゃあいただきます。うん、すごいほのかに柿の香りがしてとても美味しいです。で、皆さんも食べに行ってくださいね。